ニコラス・メドフォース・ミルズはルーマニア王室の元王子。最後のルーマニア王ミハイ一世の次女、エレナの長男。ニコラスのロイヤルモノグラム2007年に改定された王位継承法によると将来的にルーマニア王室の家督を継承することが確実視されていた。25歳の誕生日である2010年4月1日にルーマニア王子の称号を与えられて、 王室の公式メンバーになったが、2015年8月に、王位継承順位から除外され、称号も剥奪された。祖父ミハイ一世が、既得状態にあった2017年11月7日、スイス国内のミハイ一世の自宅へ侵入しようとする騒動を起こし、一人を負傷させた。この件で、王室は、スイスの警察に、被害届を提出した。2017年、 アリーナ、マリア・ウィンダーという女性と結婚した。宗教的な結婚式は2018年9月30日、シナヤにおいてインターネット上で生中継されながら挙行された。ルーマニア王室からの参列者は、実前のカリーナだけだった。2015年頃、ニコレッタ・サーンという女性と短期間交際していた。彼女は妊娠し、2016年2月9日に、 アイリス・アンナという娘を産んだ。ニコラスが王室から追放されたのは、この施政時をめぐる騒動が原因とされる。当初ニコラスは、アンナとの不死関係を否定していたが、2019年5月に生物学的な父親であることを認めた。ありがとうございます。